お待たせいたしました。オールフェスティバル第2戦目のお知らせ。まもなく開始でございます。オールスターゲーム第2戦目の模様をお送りいたします。オールパシフィック先発は右の則本、対するオールセントラルの先発はビッグ世界選手カーティス。この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の則本、期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、トップバッターは野村健次郎、はい、背番号7。投げた、ストライク。オールパシフィック、ここは引っ張りに警戒します。投げた、第3球を投げました。打ちました、セカンドゴロ正面。ラッキー、ボールを取る。セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーありません。バッター、史上最高の MVP 大谷、背番号17。第9球投げました、打ちました、痛烈。入れば先制だ。伸びた、伸びていった。大谷選手ホームランでございました。先制ホームラン、宇宙間スタンドに引っかかった。見事に初球を捉えました。オールセントラル先制、1対0。チームメイトが迎えます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは3番ファースト、第9球背番号1投げました。オールパシフィック、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。打った、ファースト落下点、アウト。サードグラウンド、キャッチしています。4番バッターは DH のバース、バース、第9背番号44。投げました、打った、小笠原下がっていった、余裕があります。取って、これで3アウト、チェンジ。1回の表が終わって1対0、オールセントラル、まずは先制しています。マウンド上はビッグ世界一選手カーティス。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、これからオールパシフィックの攻撃に入ります。先頭バッターは松井、第9投げました、初球を打ちました、センターへのフライだ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番古田、キャッチャー古田、第9背番号27。初球を当たってのカーブは空振り、第2球投げた、打ったに当たりだ、あっと取れない。古田、いいバッティングを見せました。ファースト小笠原、バッターは3番小笠原、ボール、まずは外、第2球投げた、2球目ストライク、第3球を投げた、外角低め、はい、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、おーっとキャッチャーこいつ、そして今拾い直した、ワンアウトランナー2塁があります。投球これから5球目、アウトコース高め、ボール、次は6球目、投げた、外角ボール球打った、アウト、ジャンピングキャッチ、ファインプレー、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。リプレイをご覧ください。バッターは4番ローズ、緊迫した投球が続きます。背番号20、よくてボール投げました、低めの球空振り、第3球を投げました、3球目ストライク、次は4球目投げました、外へ逃げるスライダー、空振り三振、最後はキレのある変化球、先ほどのプレーです。1回の裏が終わりまして1対0、オールセントラル1点リードは変わりません。2回の表、これからオールセントラルの攻撃に入ります。トップバッターの掛布、
初球決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げました。打った痛烈な当たり、センター方向に持っていきましたが、これはヒットになります。掛布二塁も狙う。センターからセカンドへ。掛布いいバッティングを見せました。6番落合、セカンド落合博美、全球背番号スリップ。第2球投げた、打ちました。セカンドの頭上をフラフラっと上がっている。噛みました。これでワンアウト、ランナーは2塁はありません。右バッターボックスは7番ジャック。背番号99。第1球投げた、初球打った、当たり、そこでのセカンドゴロ。2塁ランナー3塁へ向かう。アウト。オールセントラル、なおもチャンスが続いています。さあ追加点のチャンスにバッター田口。第1球完全に外れた。ボール投げた、アウト。投球は3球目、投げた、さあ4球目、ボールストライクはボール。第5球投げた、見送ってストライク。第6球は打ちました。オールパシフィック、ここは引っ張りに警戒します。第7球を打ちました。第8球を投げました。打った、抜けた、オールセントラル、1点入りました。2対0、田淵タイムリーヒット。さあこれで2アウトランナー1塁。さあリプレイです。バッターは9番鈴木、ライト鈴木誠也、背番号9。第9球投げました。おー、第2球投げました。2球目から少し迷ったか。第3球は決まったストライク。バッター追い込まれました。さあ4球目、インコース低め、ボール。次は5球目投げました、打ちました、ライト前に出る、宇宙ガイド取りました。これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。最後はいい守りを見せてくれました。2回の裏、これからオールパシフィックの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはマイク。第9球ストライク。第2球投げました、低めの変化球。第3球を投げた、投球これから4球目、打ちました。アドリはご注意ください。追い込んで投げた、打ちました、鈍いゴロ。落合つかんだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。6番前田、センター前田智則、第9背番号1。ストレートはボール。まずアウトコース低め。第2球投げた、インコースのボール左へ、ファールボール。第2球投げました、高速スライダー、ボール。第3球を投げました、外れた、ボール。投げました、打ちました、いい当たり、入れば同点だ。センターバックヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに戻る。オールパシフィック1点返しました。村田タイムリーツーベース。オールセントラル、なおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。バッターは指名打者、ネクストバッターサークルに引っ張られてのバッター、初球から打ってった、フラフラッと上がった、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは9番和田、怖いバッターが続きます。低め、縦のカード外れてボール。投球これから2球目、ボール。
るストレート。次が4球目、投げてもらう。次が5球目です。149キロ直球、空振り三振。バットが空を切りました。先ほどのプレーです。2回の裏が終わりまして2対1、オールパシフィック、この回1点を返しました。オールパシフィックピッチャーを交代します。右の塩崎、オールセントラル相手にどういった投球を見せるのか。オールセントラル、この回1番からの交代順になります。先頭バッターの野村、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打ちました。初球打ち、ボールはライナーに右中間へ、ヒット。野村ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。バッターは2番大谷。第9一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。投げた、ライトの空振り、タイミング合いません。一塁へ牽制球を送ります。タッチはセーフ。第3球はアウト、際どい球、ボール。第4球を投げた、ボール。投球これから5球目、第6球を投げた、変化球、空振り三振。高めの変化球にやられました。バッターは3番、第1打席はバウンドに倒れています。タッチセーフ。第9投げました、見送ってストライク。一塁牽制、一塁タッチセーフ。第2球投げました、打ったい当たりだ、ボールはライナーで三振。掴みました。ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは DH のバース。第一打席はファーストフライに倒れています。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第9ランナースタートを切った、投球ボール、キャッチャー二塁へ、これに成功。ランナーが二塁に進んでいます。さあリプレイです。振り返って二塁牽制球、二塁タッチはセーフ。塩崎かなりランナーの動きを警戒しています。ストライク。第3球外れてボール。第4球を投げました、打ったことが決まらず、いった、いった、場外ホームラン。次はホームラン、快音を残して打球は場外へ、シンカーを完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチの祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは5番掛布、これが2番のバッターボックス。第9投げました、高速スライダー、ボール。第2球投げました、ボール、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、見送ってストライク。さあ5球は5球目、投げた、危ない球。第6球を投げた、外れてフォアボール。バッターは6番落合、第1打席は内野フライに倒れています。第9決まった、ストライク。第2球投げました、打った、打球は三遊間へ、松井ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって4対1、オールセントラルリードを3点としています。オールパシフィック、この回は打順よく1番から、先頭打者松井、第1打席はセンターフライに倒れています。オールセントラルピッチャー交代です。マウンド上はウォーカー、どんな立ち上がりを見せるか。第9投げました、考えたま。第2球投げました、打ちました、打球はセカンドの左、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番古田、キャッチャー。第9投げました、初球に送ってストライク。投球これから2球目、打ちました、三遊間の打球、掛布取った、サードから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番小笠原、第1打席はセカンドフライに倒れています。投げました、初球を打ちました、ファーストの横、
スリーアウト。ロッカー三者凡退に抑えています。3回の裏が終わりまして4対1です。7番ゲームは中盤戦に入ります。バッターアタックジャック。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打った、バットが折れました。フラフラッと上がった、バット掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。リプレイをご覧ください。バッターは8番キャッチャー田淵。第9投げた、打った、ファルグランド、ボールを掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番鈴木。第1打席はライトフライに倒れています。第9投げた、オールパシフィック。ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、2球目から振り、第3球を投げた、第3球目ストライク、追い込んで投げた、打ちました、ショート右横のゴロ。松井ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。オールセントラル、結局この回3人で攻撃が終わっています。4回の表が終わって4対1です。4回の裏、これからオールパシフィックのローズに入ります。トップバッターはローズ。今日の第1打席はスイングアウト。第1球危ない球、第2球投げました、インドを空振り、投げました、あっとバットの先だ、これは内野フライ、キャッチャー落下点に入りました。キャッチャー取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番マーキー。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第9投げました、初球外れても、第2球外角高め、第3球を投げました、打った、右中間へ持っていきましたが、ライトを取りました。これで2アウト、ランナーありません。2人バッターボックスは6番前田、前田智則。第9投げました、初球を打った、セカンド正面、セカンドから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。どうか三者凡退、5得点に抑えています。4回までが終了しました。オールパシフィック、ピッチャーを交代します。マウンド上ピッチャーはうなる5速球石山。今日はどんな投球を見せてくれるのか。オールセントラル、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは野村、投げた、ギリギリいっぱいストライク、いきなり153キロ、投球これから2球目、フォークはストライク、バッター追い込まれました。第3球はストレート、アウトコース低め。第4球を投げた、第5球投げた、第6球を投げた、打った、痛烈な当たり、ボールバランス取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。2番バッター、史上最高の MVP 大谷。第9球、第2球投げた、第3球を投げました、外れた、ゴー。次は4球目、投げました、流し打ち、打球はレフトの左へ落ちました、ヒット。バッターランナー1塁、蹴って2塁へ、中継、大谷ツーベースヒット。さあ追加点のチャンスになった。今日はファウルフライとレフトライナー、第9球ボール、二塁牽制、二塁タッチセーフ。第2球投げました、インハイへ変化球ボール、投球は3球目、投げました、ライナー低め見送ってすごい。次は4球目、投げました、ライナー空振り、オールパシフィック、ここは引っ張りに警戒します。投げた、打ちました、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。先ほど2ランホームランを放っているバース。第1球は初球空振り、いきなり154キロ、投球これから2球目、ただのファウル、外角低め、投球はこれから3球目、1球目バッター追い込まれました。次は4球目、投げた、外角泳いだ、村田交代、
デアウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー大谷残塁に終わりました。5回の表が終わって4対7番5回の裏、これから大谷シミックの攻撃が、5回までが終了しまして4対2オールパシフィック、この回1点を返しています。オールパシフィックピッチャーを交代します。マウンドに上がったのは伊勢、まずは立ち上がりに注目しましょう。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは掛布、第9投げました、初球から打ってった松井、バックしていった、ジャンプ、ジャンピングキャッチ、ファインプレー、これでワンアウト、ランナーはありません。リプレイをご覧ください。バッターは6番落合、今日はセカンドフライト、ショートゴロ、第9投げました、ストライク、いきなり151キロ、第2球投げました、第3球を投げました、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、落合、いいバッティングを見せました、弾んだ、バッターは7番、今日はセカンドゴロとショートフライ、第9球、初球カーブは空振り、タイミング合いません、第2球投げました、ゴロを見送ってストライク、早くも追い込まれています。追い込んでから投げた、スライダー、ボール、アウトローへ、第4球を投げた、ボール、第5球投げた、打ちました、ヒット、ライト前ヒットになった、中継、ジャック、ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、田淵、第9球、いきなり153キロ、第2球投げた、
打ちました。ショート右横のフライになりました。ショート落下点に入りました。セカンドキャンパスの横取りました。9番これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第9投げた、おー投げました、スライダーボール、オールパシフィック、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、打った、ファールボール、投球これから4球目、ボールスリー、さあ投球は5球目、投げました、5球目ストライク、第6球をランナー一塁です、6回の表が終わって4対2、オールセントラル、スコアボードに0が入ります。4回の裏、これからオールパシフィックトップバッターローズ、今日は三振とキャッチャーフライ、オールセントラル、ピッチャー交代です。マウンド上はカリブの助っ人バルハマ、オールパシフィックに対して4回のストレッパー、第9投げました、方向へ持っていきましたがライト落下点、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスはマーキー、今日はセカンドゴロ、ライトライト、第9投げた、バッターの足元、第2球投げた、際どい球、ボール、ボキは3球目、投げた、低め外れてボール、第4球を投げた、決まったストライク、さあ5球目右バッターストライク、ボールを掴みました、これで2アウト、ランナーありません。6番バッターは6番前田、今日3打席目、前田智則、第9初球打ち流した、3塁線、いい当たりですが左に切れていきます、絶対強烈な当たり、ライト前ワンバウンドヒットになった、前田いいバッティングを見せました、バッターは7番今日2打点を挙げています。第9投げました、打ちました、初球打ち、ライト落下点に入りました、掴んでこれで3アウト、オールパシフィックファーストランナー残塁、6回の裏が終わりまして4対オールパシフィック、ピッチャーを交代します、マウンド上ピッチャーは獅子の優勝請負に西口、自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。村健次郎、第9投げました、初球空振り、初球空振りから投げました、完全に外れた、ボール、第3球を投げました、インローよくストレート、次は4球目、投げた、打ちました、右中間へのフライ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。2番が史上最高の MVP 大谷、今日はホームランを打っています。第9投げた、ストレート、キレのある変化球、第2球投げた、ストレートはボール、第3球を投げた、3球目空振り、バッターは追い込まれました、第4球を投げた、ライトファースト、ため空振り三振、最後は147キロストレート、第9初球がチェンジアップ、空振り、投球これから2球目、ライトファーストオールパシフィック、ここは引っ張りに警戒します。第3球を投げました、1つ外してボール、第4球を投げました、ボール、第5球投げました、147キロ直球、空振り三振、2者連続三振、最後は空振り三振に倒れました。7回の表が終わって4対2、代打はデストラーデ、タイロン・ウッズに代わりましてデストラーデ、背番号39、3球を投げた、打った、これはいい当たりだ、
ショートバウンドボールを掴んだ。アウト。野村うまくさばいています。デストラーデいい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト。和田和弘第9投げた。おお。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。見送ってボール。次は4球目投げた。打った。野村ボールを掴んだ。1塁送球アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは代打金本。松井に代わりまして金本背番号10。第9投げました。ストライクに送ってストライク。いきなり154キロ。第2球投げました。ツーシームに送ってストライク。これで追い込みました。追い込んで第3球を投げました。低め空振り三振。ボール球で仕留めました。フィリップス最後は空振り三振で打ち取りました。7回までが終了しまして4対2です。オールパシフィックピッチャーを交代します。マウンド上は頼れる助っ人孫ちゃん。ただいまの回に代打いたしました。ボールセントラル相手にどういった投球を見せるのか。8回表これからボールセントラルの攻撃で先頭バッターは指名打者バース。今日2打点を挙げています。ストライク振っていきましたが風が投げました。第3球第4球を投げました。内角低めいっぱい見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。左バッターボックスは5番掛布。外れたボール。第2球打ちました。レフトへのフライになった。レフトバックして掴みました。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスは6番落合。今日はここまで3打数1安打。まずは内角第2球投げた。投球はこれから3球目。ストレートはボール。第4球を投げた。見送ってストライク。投げた。ストライク。次は6球目投げた。打った。フラフラッと上がった。鳥谷交代。落下点で構えます。取ってこれで3アウトチェンジ。オールセントラル三者凡退に倒れました。8回の表が終わって4対2です。バッター不屈の男村上に代わりまして村上背番号55。はい。オールセントラルピッチャー交代です。マウンド上ピッチャーは投げるサイレントゲーム岩崎。今日は楽しいピッチングを見せてくれるのか。第9球まずは内角低め投げた。第3球を投げました。投げました。これは引っ掛けた。ピッチャー前方のフライになりました。マウンド前方掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。第9球投げました。甘い球。第2球投げました。外角高めボール。第3球を投げました。3球目ストライク。伸びのあるストレート。第4球を投げた。ボール。5球目サーブレシーブに見送ってストライク。次はラストボール。投げた。センター流し打ち。バイバイ。第7球を投げた。打ちました。三遊間のゴロ。掛布取った。一塁へ送る。アウト。これで2アウト。ランナーありません。ランナーは4番ローズ。第9球次の投球投げた。打ちました。田淵余裕があります。取りました。これで3アウト。岩崎3人でピシャリと抑えています。8回の裏が終わりまして4対2です。オールパシフィックピッチャーを交代します。マウンド上はうなる5速球津田。期待しましょう。注目の投球です。いよいよ最終回を迎えました。バッターアメリカの代打者ジャック。第9投げた。まずは内角高め。第2球投げました。少し迷ったか。投げました。内角高め。ストレートは外れたボール。第4球を投げました。追い込んでから第5球投げました。打ちました。いい当たり。センターへ飛んだ。センター
2球1塁ランナー外れたキャッチャー2塁送球盗塁成功オールセントラル重要な場面で盗塁を決めてきました先ほどのプレーですオールパシフィック外野は浅めの守備を取ります第4球を投げたかすっただけになりました第5球投げた変化球空振り三振低めの変化球にやられましたバッターは9番鈴木これは第9球ストライクまずは見送りました1球目ストライクから投げたカード見送ったストライク投球はこれから3球目見逃し三振ここは3球三振に終わりました打順はトップに帰って野村健二背番号6第9投げた甘い球第2球投げたカード低め投球はこれから3球目村本厳しい球第4球を投げました球だから次は5球目ですインコース引っ張ったバイバイこれは左に切れていきます第6球を投げました高め空振り三振最後は伸びのあるストレートさあリプレイです9回の表が終わって4対2オールセントラルリードはわずかに2点ですの交代をお知らせいたしますピンチヒッターは山田バッター牧に代わりまして山田背番号はい、オールセントラルピッチャー交代です代右の湯浅今日は入りの中に進化したいと思いますピッチャーの湯浅に代わりまして湯浅第9球ボール第2球投げました打ちました当たり速大落ちやボールを取ったこれでワンアウトランナーはありませんバッターは6番前田今日はここまで3打数2安打第9球投げました第2球打った第3球は打ったいい当たりだ三遊間ライナーで破ったレフト前ヒットクリーンヒットです前田いいバッティングを見せました右バッターボックスは山田平さん今日はチームの全打点を叩き出しています投げましたボール第2球投げた決まりですねタイミング合いません第3球を投げた次は4球目投げた打った右中間へのフライですが取りましたランナー1塁に戻りますさあいよいよあと1人バッターは DH のデストラーです第1球投げた危ない球第2球投げた1球でストライク第3球を投げましたインコース引っ張った十分ご注意ください次は4球目投げました打ちましたセンター前進してくる打ち返した打球はセンターへのフライ掴みました試合終了です試合終了でございます2点差で乗り切りましたご覧いただきましたように本日の試合はオールセントラルが勝ちましたさて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます本当に今日は2人とも大活躍でしたお送りしてまいりました一戦は4対2オールセントラル2点差で勝ちました実況担当は堂前秀夫です